炭酸の前に耳かきして、お耳きれいにしよっか。はい、私のお膝の上にごろんちょしてください。変なリアクション禁止ね。私だって恥ずかしいんだから。でも癒し部では基本なの。最初はあったかいおしぼりでお耳を拭くよ。どうかしら、あったかいの気持ちいい？綺麗になったね。じゃあ次は、ね、綿棒さん。これを軽く湿らせて、入れるね。まずは外側のところを、内側に入ってくよ。ふわふわ綿棒、気持ちいいね。
お耳すっごい綺麗になったよ。次は、お耳の奥の枠に耳かき入れるね。あんまり動かないで、くすぐったんよ。ここでね、頭も一緒に撫でられるとやばいんすよ。なで、なで、なで、なで。体いっぱい触られる。
っちの耳はおしまい。逆の耳するからゴロンして。はい、ゴローン。太ももの上でゴソゴソされるの。こそばゆい。それじゃまた、あったかいおしぼりでお耳拭くからね。すぐにきれいきれいだから待っててね。綺麗になりました。それじゃあ、綿棒さん使うよ。軽く湿らせて。行くぜ。外側を耳の形に沿うように。内側、ゆっくり行くね。君のお耳、かわいい形してるね。
こんなもんかな。おしぼり、おしぼり。あった。おっ、おっきいの取れた。なでなでしてほしそうだね。
様。それでは、私の膝を枕にして寝転がってもらえますか？恥ずかしいんですか？大丈夫ですよ。この部室には誰も来ませんから。先輩たちにも許可を取ってますし。ほーら、早く来てください。後輩がふわふわの太ももを貸してあげるって言ってるんですよ。偉いです。よくできました。最初はおしぼりでお耳周りをきれいにしていきます。くすぐったいかもしれませんが、我慢してくださいね。湯煎であらかじめ温めているので気持ちいいでしょう。先輩の疲れは精神的なものだから、今はただリラックスしてくださいね。次は、湿った綿棒で細かいところをきれいにしていきますね。ローションつけて、ちょちょい。このぐらいかな。外側の溝をなぞっていきますよ。の筋肉だらーんって
てますね。いい感じ。お耳、だいぶ綺麗になりましたね。一旦、綿棒で書き出したカスを拭いちゃいます。新しいおしぼり。よいしょ。うん。暖かいですね。耳、すっごく綺麗になりました。赤ちゃんのお耳みたいですよ。さてさて、ここからは耳かきしていきます。耳垢を取るというより、耳の神経を優しく刺激する感じですね。私の太もも、柔らかくて、いい気持ちですね。よしよし。先輩は頑張り屋さんだから少し気疲れしてしまうのかもしれませんね。
でなでされたら、もっとリラックスできますか？先輩、次は客側のお耳をきれいにしていきますから、反対側を向いてもらえます？ほーら、ごろんちょして、ごろんちょっ鼻先が太ももに当たってくすぐったかったです。先輩のエッチそれではまたおしぼりから。幸せな気分になってきますね。おしぼりおしまい。気持ちよかったですか？それでは、次は綿棒です。先端に、ちょっぴりだけ。ちょいちょい。ちょっとつけすぎちゃった。すいません。やり直しますね。ちょいちょい、こんなもんかな。それじゃあ外側からゆっくりきれいにしていきますよ。中、入れていきますね。
よし、よし。先輩を甘やかしてるみたい。あ、もう新しいのないですね。少し待っててもらえますか。癒し部には業務用の不織が用意されてるので。うん、うん、これなら暖かくて気持ちいいですね。なでなでもしてほしい。いいですよ。なで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 。Thank you.
まあ、私に甘える分には構いませんけどね。これで耳かきはおしまいです。少しは癒されましたか？うん、よし、後輩くん、少し休憩にしよっか。あまり根を詰めても逆効果だしね。ってことで、ほら、お姉さんのお膝においで。っていうか来い。うん、素直に膝枕されて偉いぞ。今日はとっても頑張ったから、お姉さんがご褒美に耳かきをしてあげよう。遠慮しないでいいさ。今日は両親も帰ってこないし、たっぷり癒してあげるからね。最初は綿棒で。
し。you
しく。丁寧に。you
ワンコだな。おしぼりと、あ、これがいいかな。お湯も、ちょうどいい。しょ。準備完了。それじゃあ、私の膝を枕にして寝てもらえますか？お耳のマッサージをしてリラックスさせてあげますから。耳の中にはたっくさん神経が通ってるから、刺激されることでとっても気分が良くなるんですよ。取って食べやしませんよ。ほら、早く来て。はい、いらっしゃい。それでは今から、君のお耳をクリーニングしていきます。君は、ただ力を抜いて、ただ、ゆっくり、癒されてください。まずは、お耳を
おしぼりで綺麗にしますね。おしぼりはここでおしまい。仕上げに、では続いて、ローション付きの綿棒でお耳の中を優しくなでなでしていきます。
目の力抜いて、まぶたをトローンとさせてください。ローションがお耳の中で吸い付いて気持ちいいですね。ローションでちょっと濡らして、直接耳の中触ってあげます。いきますよ。you
やりすぎると耳に良くないので、このくらいにしておきましょうね。新しい綿棒を出しますね。私の耳はおしまいです。眠いと思いますが、頑張って反対側のお耳を貸してもらえますか？ゴローンするのお上手ですね。よくできました。それでは、また。
お耳をおしぼりで拭いていきます。あったかいので、ぎゅーぎゅしますね。次は、綿棒を。ローションで、綿棒チッチッしますね。
溝のところを修理修理なんてなんて、指もそろそろ入れてほしいですよね。首の力だらーんって抜いてみましょうか。
こんなものですかね。お耳クリーニングは一旦こんなものにして、次の工程やっていきましょうか。